観光地でもあり、革靴の生産出荷額日本一でもある革とものづくりの町奥浅草。その奥浅草エリアで毎年開催されているのが浅草 A ラウンド。浅草 A ラウンドは例年、三夜堀広場や参加店でワークショップなどが開催されていましたが、今年はオンラインでの開催となります。浅草 A ラウンドの公式サイト、出店者個別ページから商品の購入などが可能になり、靴ができるまでのツアーや革ができるまでのツアーなど、イベントの様子も視聴することができます。それでは浅草 A ラウンド2020の魅力を紹介していきたいと思います。最初は婦人靴メーカーのティックワールド。ティックワールドでは期間中、浅草 A ラウンドの公式サイトで商品の販売をしています。今回はアトリエでお話を伺いました。ティックワールドは、佐賀の九州の佐賀で作っている 靴メーカーで、履きやすさや、靴革の柔らかさを追求して作っているような婦人靴メーカーになります。オンラインストアでを見てもらうと、多分たくさん靴があってすごい賑やかに見えると思うんですが、ちょっと代表的なものを2つちょっとご用意させていただきました。これうちで長年売ってる定番のデザインなんですけれども、これすごく履きやすくて、甲の部分がこう1枚側で裏なしになっているので、普通の革靴よりも足なじみが早いっていうのが特徴の靴で、このデザインも意外とパンツでもスカートでも合うデザインなので、こういうデザインのものっていうのはすごくもう重宝されて、うちの中では長年売れてるデザインの靴です。あともう1点なんですけど、今年ちょっとデザイン違うかもしれないんですが、このソールっていうのはうちの定番のソールで、すごいクッション性のあるソールなので、例えば長い時間歩く人とか立ち仕事をする人っていう方にはおすすめしてます。例えばこういう革のタッセルのキーホルダーみたいなものですとか、前回前々回ワークショップやって人気だったこのサメちゃん、これも靴の革でできてます。こういうのとかも販売したりもできます。どうしてもうちみたいな店舗が九州にしかなかったり、なかなかこの全国に向けて宣伝する機会がないような、ちょっとこういうメーカーなんですけれども、そういうメーカーでもちょっとこうみんなに知ってもらえるような、革好き靴好きの方に知ってもらえるようなチャンスなのかなと思って、ちょっと楽しみにしてます。浅草 A ラウンドには飲食店も参加しています。こちら浅草6丁目にお店を構えているブックカバーは、下町のお店とコラボしたメニューが人気のおしゃれなバー。お店を経営するご夫婦にお話を伺いました。やっぱコラボする理由っていうのは、やっぱり僕の妻が浅草出身っていうこともありまして、それで浅草のものをいろいろ僕も知るようになりまして、でもそれをもう一気に集めて、もういろんなところを行った感じにしたいなと思いまして、本当の浅草のアンテナショップみたいな感じにしたいなと思いまして、まあ、今最近人気なのが、やっぱこのラーメン屋さんのラーメン弁慶さんのスープを使ったカルボナーラリゾットですね。やっぱりラーメン屋さんでも食べれないものを、まあ、唯一私たちが、まあ、ちょこっと手を加えてお出ししているんですけれども、今すごく人気です。ブックカバーでは新型コロナウイルス感染予防対策を行っています。来店時には検温やアルコール消毒を行うほか、各テーブルには消毒液やマスク入れ、スマホなどが拭けるアルコールシートを置き、感染予防に努めています。お店では飲食を楽しめるのはもちろんのこと、キーケースや財布、ペンケースなどといった革小物の販売も行っています。私の父がもともと革製品の箔押し職人をしてまして、それもあってこういった革製品の物販をしています。それがご縁で実行委員長の川島さんと知り合って、川島さんからお声をかけていただいて、
その後に A ラウンドもこう浅草の魅力を発信したいっていうイベントだっていうことを知りましたので、思いが同じだなと思って参加させていただくことになりました。本来でしたら毎年10月にお客様をリアルにお招きしてやっているイベントなのですが、このコロナ禍を考慮しましてリアルにお招きするということは断念いたしまして、何もやらないというのもちょっと寂しいことなので、オンラインで開催するということに決めました。奥浅草が川の町であるっていうことを PR したいと、そしてまた奥浅草って大変いいところですので、美味しいものもありますし、いろいろと観光するところもありますので、コロナ禍過ぎましたら、皆さんにぜひお越しいただきたいと思っております。